でんでんさん、スパチャありがとうございます。八村君は今年シックスマン賞を取れますか？取れるかどうかっていうよりも、取ってほしくない気はするけど、ね、スタメンになってほしいから、シックスマン賞、八村塁になりましたっていうのは、まあ嬉しいけど、なんか、っていう。それっていわゆるスタメンになれませんでしたっていう証拠っていうか、証明になってしまうからさ。まあまあ、それ全然すごいんだけどね。八村がシックスマン賞取れたら全然それはすごいんだけど、まあなんかもうちょい上を見たいなっていう気はするかな。あと、シックスマン賞っぽい選手じゃない気がするな。いや、でもどうなんだ。なんかもうちょい適任がいそう。他のチームに。それこそジョーダン・プールとかまさにシックスマン賞を取るようなプレースタイルじゃん。クラークソンとかもそうだけど。なんかやっぱああいう選手の方が取りやすいのかなっていう気がします。エルモファームさん、スパチャありがとうございます。アンセルドが八村スタメンで使わないの、ベンチ層厚くした以外に何かありますか？クズマが八村より上だからだと思います。ポルジンギス、センターで使うわけにはいかないと思うから、ポルジンギスのところは八村が埋めれるわけではないし、で、問題の4番には上位互換のクズマがいるしっていう。3番に入れたら、それはそれでいいのかなとも思うけど、まあ、アンセルドの中では3番で使うイメージよりは、やっぱりクズマの控えとして使うイメージの方が大きいんかなっていうのと、クズマと一緒に出るときは、もう仕方なく3番で使ってるイメージもあるけど、ただまあ、スタメンで八村が3番っていうのをするぐらいだったら、やっぱりウィル・バートンの方が、もしかしたら好ましいと思われてるのかもしれないですね。まあ、少なくともウィル・バートンの方が機動力はあるし、まあ動きが軽いって言うとあれなんだけどね。ウィル・バートンドリブルめっちゃつくから、軽いって言うとちょっと語弊があるんだけど、ただ八村みたいにこう、フィジカルに持っていくようなタイプじゃないから、そういう意味の軽さはウィル・バートンの方があるよね。モンテ・モリス、ビール、ウィル・バートン、あの3人で軽いプレーをしつつ、まあ、クズマがちょっとフィジカルで戦ってくれれば、それがバランスいいと、もしかしたらアンセルドは思ってるかもしれない。で、個人的にはやっぱ八村は4番のイメージの方が強いから、やっぱまだ3番で使われるってなると、ちょっと違和感はあるよね。別にそれがいい悪いは、関係なしに、あ、八村3番なんだっていうふうに、ちょっとびっくりはする。ってことは、やっぱりまだ評価めちゃくちゃされてるってわけではないよね、それって。もともと3番での評価をめちゃくちゃされてたら、まあ3番で使われる八村を見て誰もね、驚くわけがないと思うんだけど、まだやっぱ違和感を感じるっていうところっていうのは、まあ彼の3番としての成長の余地がまだまだあるっていう感じなんですか。終わります。お疲れ様でした。